こんにちは。今回はですね、竹秋 TV チャンネルさんへの返信動画になります。まあ、ですので、竹秋チャンネル TV さん以外の方にとってはあんまり意味のない動画になってしまうかもしれませんけども、私こうやってね、一人に対してのこういった動画メッセージもたまに出すんですよ。というか毎日出してますんでね、皆さんのコメントの中で私返信したいなというものがありましたら、こうやってまた動画を撮らさせていただくことになると思います。今回いただいたメールなんですけども、こういうふうに書き出されてますね。いつも動画ありがとうございます、自己紹介ありがとうございますということでございました。たまにですね、新しくチャンネル登録をしてくださった方向けにこういうふうな自己紹介動画を撮ることがありますけども、自己紹介の内容はいつも同じでですね、まあ、私は広島県の福山市で生まれ育って、それから広島市内で商売を始めたんですけども、そっちでうまくいかなくなって、ネットビジネスっていうもの、アフィリエイトっていうものをねやってみて、そこで再起を図ることができた。それがね、40歳から始めたことだったんですよ。私40歳までは単なる麻雀屋の親父だったんでね、本当にお金に困って時間に困って、で一人ぼっちで、なんかタバコ臭い体でって感じでしたよね。あんまり良くない人生だと思いますけども、ちょっと文章戻りますね。やはりネットビジネスが一番稼げるんですねということになってますけども、ネットビジネスがなんで稼げるかっていうと、経費がかからないからなんですよ。商売しようと思ったら大きな借金を抱えたりとか、仕入れを起こしたりとかっていうふうに、とにかく経費がかかるんですよね。しまいには人件費も家賃もかかるじゃないですか。でもネットビジネスって家賃いらないんですよね。で、人も雇う必要がなくって、人を雇う代わりに、例えば YouTube をたくさん作ったり、ブログをたくさん作ったりすれば、人を雇ったのと同じ効果が出るんですよ。以前の動画で私ね、障害賃金1000円っていう動画を上げたと思いますけども、障害賃金1000円の YouTube 動画っていうのは結構私いっぱいあるんですよ。ね、YouTube の動画1本作ると、その動画が100年間で生み出す収益は1000円ぐらいですよっていうふうなことなんですけども、じゃあ障害賃金1000円の動画を、まあ、人は雇えないですよね。障害賃金1000円では誰も働いてくれませんけども、 YouTube っていうのは、ブログっていうのは、障害賃金1000円でも文句言わずに働いてくれるんですよ。で、それどころか別に1000年でも働くんですよね。じゃあ障害賃金1000円の動画を1万本作ったらどうですかってことで、1000万円になるじゃないですか。そういった原理に基づいて私は動画をたくさん作ったりするわけなんですけども、ただいっぱい作るだけではなくてね、やっぱり何がしか誰かの役に立てるような、そんな動画にすればいいかなというふうなことは、まあ自分に課してますね。自分も YouTube には登録していますが、どのようなタイトルで作成したら久保さんのように成功できるかなって考えてました。これはね、何も考えずに、まず自分の好きなこととかね、喋りたいこととか伝えたいことをやることです。その中で再生数の多いものとか反響が良かったものにフォーカスして、そればっかりをやるっていうこと、この繰り返しなんですよ。で、世の中の多くの人が興味を持つものってどんどん入れ替わるんで、これだけやっとけば大丈夫ってものはないんですよね。ある時はテレビゲーム、ある時は芸能人、ある時は政治ネタ、ある時は自分の日常、こういったものをいろいろやっていく中で、それこそ量産する中で、一番自分が発信するに適したものは見てる人が決めてくれますから。まあ、ですんで、ね、ここ書いてますけど、私もね、チャンネル拝見したんですけども、動画一本も出してないんですよね。これではね、何も生まれないんですよ。でも逆に言うとね、動画を一本も出してないのにチャンネル登録7名起きてますよね。これ不思議ですね。動画がないチャンネルに7人の登録があるわけなんですよ。これはすごく不思議なんで、じゃあ10本動画作ったらチャンネル登録の人1人か2人増えるんじゃないかなっていうふうに、その小さな希望を見出してもらいたいんですよ。その積み重ねが大きな成功になると私は思います。はい、やはり勇気を持って何かしら動画を作らないと1本進めませんよねってことなんで、例えばね、私がおすすめするのはドライブ動画ですよね。運転してるじゃないですか。運転してる風景をただね、ダダ撮りするような動画をまず上げるところから始めてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、その他はね、私の動画見ていれば、本当にね、力の抜いたなんだこれみたいな動画もあるんで、それでも OK なんですよ。うん。で、YouTube の特徴的なところって、どんな動画が何回再生されてるのかってことが全て出てるんですよね。だから、受けてる動画の真似をした動画を作れば、少なくとも成長進化につながるっていうことにはなると思います。それがリサーチですよね。はい。毎日やってみてください。で、特別定額金一律5万10万っていうのは多くの方が求めている情報だと思いますので、こういったテーマでお話してもいいかと思うんですよ。例えばここに書いてますけども、菅総理の決断が一番ですっていうふうに思われてるんでしたら、そのことをね話してもいいと思いますし、10月26日からの臨時国会召集で第3次補正予算の特別定額給付金の一律5万円10万円が盛り込まれるのかどうかっていうことについて持論を展開してもいいわけなんですよ。これね、裏付けがあるとかないとかじゃなくて、自分はこういうふうに思うよって妄想でもいいんですよ。
ね、私はこう思うんですけどっていうような前置きをね、関して頭にしてそれから話し始めればいいと思いますし、こういうことが確実になりましたっていうのはそれなりのソースが必要なんで、こういうところから持ってきましたっていうふうな、ね、情報源の方を添えていただければ動画っていうのはね立派なものができると思います。ぜひやってみてください。で、新型コロナウイルス感染者がいなくなるまではとありますけども、多分ねこの新型コロナウイルスの感染者っていうのはいなくはならないんですよ。これから私たちが共存するべき、インフルエンザとかね、盲腸とか、虫歯とか、ああいったものと似たようなものになると思います。ただね、極端に人が恐れすぎているのが問題なんですよ。新型コロナウイルスってのは、特に人類を絶滅させるようなものではありません。繁殖力、すごくね、感染力がすごく強いってことは、人が死なないってことなんですよ。人が死んでしまうような強力な毒性を持っていたら、そもそも広まる前に人類がいなくなってしまいますんでね。だからこの辺のパラドックスも多くの方が気づかないところではないかなと思います。まあその他ね、どう考えるかとか何を恐れるかっていうのはみんな一人一人違うんで、自分の考えてることを人に押し付けることはできないんですよね。まあですんで私もね、新型コロナウイルスは基本的に無視でいいと思うんですけども、ただやっぱり世間体を考えてね、マスクもするし、着替えもするし、発言するときは怖いですねって言いますよ。でも本心は違います。新型コロナウイルスは作り上げられた恐怖です。あんまり気に留めなくていいと思います。はっきり言って移りようもないですし、自分が感染してるわけがないんですよ。もしね、自分が感染してるかどうかわからないってことでしたら、別に PCR 検査を自宅で受けることができます。そういうふうなね、自宅で簡易キットが届くわけですよ。こういうふうな簡易キットが、それに、まあ、唾液をペットすればちゃんと反応が出るものがありますんで、これはね1万4000円で売られてます。場所によっては8000円です。で、以前楽天が日本国内に向けて販売してたんですけども、あまりにも売れないのかどうか分かりませんけど、売るのやめちゃいましたよね。だからね、今まで新型コロナウイルスっていうのが1月とか2月に日本に入ってきましたけども、それ以来 PCR 検査を個人で受けれない瞬間は1日たりともありませんでした。ただ多くの人が情報を知らないだけです。私が情報を流していても、その情報のね、拡散力っていうのは悲しいかな、私のような YouTube チャンネルではそれこそね1000万人に広まるようなものではないんですよ。まあ、ですけども、例えば立花隆さんと N 国党の方が検査を受けましたって YouTube 出したりね、堀江貴文さんが検査を受けましたってやったりね、土屋博さんが検査を受けましたって YouTube でやってるんですけども、残念ながら多くの方はテレビを見て、テレビの情報だけが 100%、 インターネットで情報を探すってことはありませんでしたので、今回までね、この時までまだね PCR 検査を自分で受けれるなんてことを知らない人がいないんじゃないかなと思いますし、そもそも感染している人が一人もいない、その集団の中でどうやってクラスターが起きるんですかってことでもあるんですよ。まあ、ですんでね、本当に自分が人にうつすことが本気で怖いと思うんだったら、自分から検査を受けると。大吾さんっていうね、有名なメンタリストさんも週に1回受けてますからね。で、こういった現状とかを考えると、私から見える景色では PCR 検査は当たり前のように多くの人が受けてるんですよ。でもそうじゃない、テレビしか見てない方とか、情報がなかなかね取れない方っていうのは、 PCR 検査を受けれないに違いないとか、国が邪魔してるに違いないとか、わけのわかんない情報が流れてるに違いないとか思いますけども、すごくね物事は単純なんですよ。情報をどこで取るかによって複雑になるか単純になるか、それが分かれてくるだけで、私は世の中すごくシンプルにできてるなとしか思えないんで、割とストレスのないような日々を送らせてもらってます。まあ、その辺もね YouTube を通じてお知らせできればいいかなと思ってますけども、私の YouTube がねむしろ物事を複雑にしていったらいけないですね。はい、ではちょっとメールに戻りますね。経済対策、景気対策、全国民の生活面に対しての給付金は必要ですし、失業者も全国に大勢いるので、菅総理には頑張ってほしいなというところですね。はい、そうなんですよね。だから菅総理に期待するところもありますけども、菅総理は国民に期待してます。それも忘れちゃいけません。私たちが何もせずに待ってるだけ、そんな人にね給付なんてしても意味がないと思っちゃうんで、私たちは私たちなりに それぞれの持ち場でね精一杯、結果を出していかないといけないのかなと思います。特に私たちはもうね40代50代になってますから、社会を動かす立場ですから、社会に動かされる立場ではないんですよ。それはね、自分が会社の社長であるとか金持ちであるとか権力者であるってことはあんまり関係ないんですよ。どんなね一人の人でも声を上げて世の中を変えることができます。どんな世の中の革命もたった一人のたった一言から起きてるんですよ。それこそねこういった紙に書いた計画書から起きてます。まあ、ですので今日からねそれぞれ皆さんもこの紙に自分の計画書を書いてみてはいかがかなと思いますけども、これはすいません、一人に向けての動画でございましたんで、ぜひね、動画を一本でもいいから作ってみるところから世界を変えてみてください。それが成功につながると思います。私も、ね、今ではこうしてますけども、最初はね本当にね最初の動画を見ると本当しょぼいですよ。たどたどしいですしね。それから私はワンルームの賃貸の家賃3万5000円のマンションから
最初の速稼塾っていうね私の動画を出してますけども、よくあれでね多くの方が信頼してくれたなと思います。でも本当にね、自分のメッセージどう伝えるかが大事であって、どんな場所からどんなきらびやかな格好をしてお伝えするかってことはあんまり大事じゃないんですよ。まあですんでね、あのボロボロのところからでも平凡なところからでもどんなところからでも自分の発信した声っていうのは、受け止めてくださる方が必ずいますんで、諦めずに、動画をねたくさん出していく、ブログでいっぱい書いてみる、ツイッターでたくさんリツイートしてみる、そういうところから始めてみたらいかがかなというところが今回のネットビジネス関係の情報発信のコツのまとめですね。長くなっちゃいましたね、すみません。最後、自分も現在44歳独身なので、久保さんのように嫁さん探して一人ぐらい子供欲しいですね。はい、44歳で独身ということなんで、ぜひね、あの男性不妊のチェックを受けてみてください。35歳過ぎたあたりから男性も自分があの不妊に与える影響っていうのが 50%、 女性だけのせいではないですよってことが大事になってきます。確かに不妊治療に向かうにはすごくお金がかかります。私もそれを覚悟していました。で、結婚した時にすぐにそれをね意識して行動に移しました。お金が必要だってことなんですよ。ですんで、あの人間切るのにね、恋をするのにお金じゃない部分って結構ありますけども、お金がないと続かない現実もあります。ですんで、お金を稼ぐってことをね、やっぱ軽視するべきではないと思うんですよ。女性を幸せにするとか、それから子供を幸せにするっていうのは確かにお金だけでは測れないところがありますけども、ただね、あのお金ぐらいは稼げていけないと、そこそこね、そんなね、別に年収1億ってわけじゃないんですよ。本当になんか月に2、30万とかっていうものを安定して、生涯稼げるような形を取っていく、もしくは生涯賃金を一挙に稼いで、あとはね、自由な時間をたくさん持っていって、大好きな家族を愛する時間に使っていくってこと、これ今ね、可能なんですよ、これが。多くの方は信じてくれませんけども、私は40までは、麻雀店の親父で借金が3000万以上ありましたからね。もう本当に賃貸の3万5000円の家賃も3ヶ月滞納していたわけなんですよ。そういう状態から YouTube を1本目撮り始めて、それからずっとそれを続けていって今に至るわけなんですよね。本当にこの7年8年で大きく自分の人生は変わりまして、もっと言ったら最初の3年でもう変わりましたね。全てのお金のそれまでの問題っていうのは全部消し飛びました、最初の3年で。ということは、これからの人生どこに3年かけるかによって大きく人生が変わることだと思うんですよね。これからもね、私の動画を通じて、一部はね、速稼塾っていう塾の中での限定的な放送になっちゃいますけども、多くは一般公開してますので、その一般公開動画の中でもきちんと人生が変わるようなね、そういったコツとかをお届けしてますんで、これからもご覧いただければと思います。そして今回コメントいただきました、たけちゃんですかね、なんと呼べばいいんですかね、たけあき、あきたけ、たけあき TV チャンネルさん、いつかね、たけさんにもお会いできることを本当に楽しみにしております。私ね、視聴者さんに一人でも多く会いに行こうと思って実際に会いに行っております。今までお会いした視聴者さん600人ぐらいですかね、600人ですけども、1万人以上視聴者さんいますんで、600人じゃ全然足りないですよね。とりあえず会える人に、会える順番で会っていこうかと思います。昨日も大分から来てくださったりとかね、広島から来てくださったりとかいうところがありましたんで、これからもっともっとね、私の方も全国47都道府県世界にも羽ばたいていこうかと思いますんで、お待ちいただければと思います。じゃあ以上ですかね。じゃあ竹焼 TV チャンネルさん、また会いましょう。それでは。